実は妊娠したみたいなんですが、どうしてもお酒がやめられなくって。何かいいお薬はありませんでしょうか？抗生剤は妊娠してる人には使えないんですよ。実は副作用のない新薬があります。そうするとあなたは妊婦でありながら治験を受けさせられている可能性がある。子供を虐待する親が許せないのよ。病院のパソコンにハッキングできたりします。でも どうして君がそんなことを。彼女は私が必ず助け出してみせる。